第百七十一段。会を覆う人の、我が前なるおばを着て、よそを見渡して、人の袖の影、膝の下まで目を配る間に、前なるおば人に覆われぬ。よく覆う人は、よそまで割りなく取るとは見えずして、近きばかり覆うようなれど、多く覆うなり。 五番の隅に石を立てて弾くに、向かいなる石をまぼりて弾くは当たらず。我が手元をよく見て、ここなるじり目をすぐに弾けば、立てたる石必ず当たる。よろずのこと、ほかに向きて求むべからず。ただ、ここもとを正しくすべし。聖剣公が言葉に、こ事を行じて、 前提を問うことなかれといえり、世を保たん道も各や半べらん、内を慎まず、軽く、欲しきままにしてみだりなれば、遠菊に必ず背くとき、初めて謀りことを求む。風に当たり、質に伏して、病を心霊に訴うるは、愚かなる人なりと 遺書に言えるが今年目の前なる人の憂いをやめ、恵みを施し、道を正しくせば、そのか遠く流れんことを知らざるなり。うの行きて、三病をせせしも、戦を返して徳を敷くにはしかざりき。